こんにちは、メコス王国です。本日は漫画版ドラゴンボールスーパーについてです。スーパーヒーロー編でついに第100話を突破した漫画版ドラゴンボールスーパーですが、豊太郎先生曰く100話以降もさらに盛り上げていく予定だとのことで、今後がものすごく楽しみですよね。第101話の終盤では悟空がついに孫悟飯ビーストの気を感知し、すぐさま地球に行き悟飯たちと出会うことになりました。悟空が悟飯の気に興味を持ったということは確かですが、果たしてここからどのような展開になっていくのでしょうか。本日は今後の展開について5パターンほど予想してみたいと思います。 1. 悟空が悟飯ビーストと戦う。悟空は純粋な戦闘民族サイヤ人ですから、強くなった悟飯と誰よりも先に戦ってみたいと思っているのかもしれません。なので次回の第102話ですぐに悟飯に勝負を申し込む可能性があります。もし戦う場合、地球で戦うのもありですが、瞬間移動でビルス星に行けば、戦いでどんなに周囲が荒れてもウイスが直してくれますから、悟飯が同意すればビルス星でバトルを行うことも十分考えられるでしょう。悟飯はまだビルス星に行ったことがないですし、ビルスは悟飯のことを忘れかけていたので、ちょうどいい機会かもしれませんね。 2. ブロリーが悟飯ビーストと戦う。現在ブロリーは悟空やベジータに戦い方を教わっていますが、まだまだ戦いの経験を積まなければなりません。なので悟空はブロリーと悟飯を戦わせてみようと考えるかもしれません。ブロリーは怒りで我を忘れてしまうことが弱点なわけですが、悟飯はビーストに覚醒する際、最大の怒りを必要としながらも我を忘れることはありません。なので今のブロリーにとって悟飯との戦いはかなり勉強になるはずですし、お互いまだ会ったことがないので、こちらもちょうどいい機会だと言えるでしょう。ブロリーは今後さらなる強敵と戦うための重要な戦力ですから、ここで一気に戦い方を学んで新章ではどんどん活躍してもらいたいですね。 3. ベジータが悟飯ビーストと戦う。悟飯ビーストの強さについては当然悟空だけではなくベジータも興味を示すことになるでしょう。ベジータは悟飯の潜在能力の凄さを認めており、モロ編ではピッコロと修行した悟飯を見て、よう悟飯、気合を入れ直したようだな、見違えたぞと嬉しそうに発言しています。ベジータも悟飯にはどんどん強くなってもらいたいという思いがあるようですね。ただ悟飯はこのスーパーヒーロー編では潜在能力一つで成り上がったようなものですから、毎日修行して努力しているベジータや悟空なんかはこのビーストに勝ってこそ修行してきた甲斐があると言えるでしょう。かつてのセル編では悟空だけでなくわずか10歳の悟飯にまで超えられ、俺はもう戦わんと口にするほど精神的に追い込まれた経験のあるベジータですが、今のわがままの極意ベジータならば悟飯ビーストと渡り合えるのはもちろん、ビーストを超えている可能性も十分考えられますし、この二人が戦う可能性はどちらかといえば低そうではありますが、個人的には一番見てみたい組み合わせかなと思っています。 4. ビルスが悟飯ビーストと戦う。ビルスも悟飯の強さに興味を持つかもしれません。ビルスは悟飯の存在を忘れかけているくらいなので、おい悟空、ちょっと悟飯と合わせろなどと言ってくるかもしれませんし、今後の戦いに備え悟飯にも定期的に稽古をつけるのもありでしょう。もちろん今の段階では悟飯はさすがにビルスには勝てないでしょうが、悟飯がどこまでビルスに食らいつけるのかというのは個人的にも気になるところですし、そこで悟飯が負ければいい刺激になるでしょうから、その後再び文武両道という形を取ってくれたら嬉しいですね。悟飯は学者ですから仕事を優先するのは当然かと思いますが、やはりピッコロの言うように日々の修行もこなしていけばさらにパワーアップできるでしょうし、今後セルマックスをはるかに上回る敵が出てくる可能性もあるわけですから、大変ですけど悟飯には頑張ってもらいたいなと思います。と誰も悟飯と戦わない。悟飯は仕事で忙しいので、もし悟空たちがバトルを提案しても拒否する可能性も考えられるでしょう。または悟飯がうまく怒ることができずビーストへの変身が失敗してしまうなんてこともあるかもしれません。スーパーサイヤ人などと違い、ビーストはそう気軽になれるものでもないでしょうし、第101話で私服姿のままビーストに変身してはいるものの、カーマインがパンを誘拐しに来たと悟飯が勘違いしたことが変身の引き金になっているので、悟空がおい悟飯、ちょっと変身してくれねえかなんて言ってもすぐには変身できないかもしれません。そうなるとストーリーとしては盛り上がりに欠けてしまいますが、代わりにフリーザが登場し新たな敵を倒すため悟空たちに共闘を提案するなどの流れになれば、それはそれで面白そうだなとは思いますけども、さあ果たしてどうなるでしょうか。
皆さんは今後の展開をどう予想していますか？次回第102話は21日発売の V ジャンプ4月号に掲載されますので、ネームは14日にオフィシャルサイトにて公開かと思います。第101話から劇場版にはない後日談が始まっていますから、ネームも一層楽しみになりますね。ということで本日は以上となります。皆さんは今回の動画内容についてどう思いましたか？コメントをお待ちしております。最後にチャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。